こんにちは柏流一の今日のインテリエンスを始めさせていただきます今日はウクライナ戦争終結に向けた動きから見るロシアと中国の亀裂なんとね仲がいい仲がいいと言われていたロシアと中国の間がちょっと微妙にこうキビが入り始めているとこういう話なんですねいやまだわかんないですよまだわかんないですけどちょっと関係が微妙そういう話をちょっとしようかなと思いますまずねきっかけは一番最初のきっかけは何かっていうとあのロシア抜きでね 実は和平協議が進んでるんですよ。これがね、あのー、サウジアラビアね、サウジアラビアがじ、いジッダが。え、ジッダに呼んで、え、いろんな国の代表四十か国集めて、それで和平会談をした。ウクライナは言ってるんですよ。あのー、ゼレンスキー言ってますからね。だ、プーチンは来ないと。そういうことなんですよね。だプーチン抜きにして、すなわちロシアを抜きにして、和平がどんどん進んでるんだ。こういう話があるんですよ。まあ、ジエトロンね、え、情報からちょっと読んでみましょうか。 サウジアラビアは8月5日ウクライナや欧米諸国中国インドなど約40か国の国家安全保障顧問や各国代表を西部の商業都市ジッダに招きウクライナ和平会議を、えー、主催した同会議の開催見込みについては、えー、ウォール・ストリート・ジャーナルが7月29日に報道していたとこれが8月の5日と6日かなこの2日間であったようなんですよね 今回の会議が政治的外交的手段を通じた紛争解決につながるよう、えー、国際平和と安全保障を強化し国際レベルでの意見交換や調整検討によって対話と協力が促進されることを期待するとしていると。まあ、これがサウジアラビアの、えー、まあホスト国である、ね、サウジアラビアの公式見解ですね今回の会議は6月24日にデンマークコペンハーゲンで開催された会議に続くもので 世界経済に打撃を与えているウクライナ情勢の平和的終結に向けウクライナがグローバルサウスの国々に働きかけ支持を得ようとする外交的施策の一つだと会議ではウクライナが提案した10項目の和平合意案について議論をしたと報じられていると。で今回の会議はロシアは招待されていないと。でデンマークでの前回会議への参加を見送った中国が入ったと。 中国はサウジアラビアの招待に応じる形で参加し他のブリックス諸国もロシアとの関係を維持しつつも、えー、今回の会議に参加したロシアは同会議に参加したブリックス諸国のと今回の協議結果について議論したいとの意向を示しているとだから別にあのロシアもねあの参加はしてないけどブリックスの諸国とはちょっと協議をしたいとそういうことを言ってるんですよね。 まあ、サウジアラビアはウクライナ情勢の初期段階からロシアとウクライナ両国の仲裁,裁役の一か国,国として積極的な動きを見せてきた23年5月にジッダで開催されたアラブ,アラブ連盟首脳会議ではウクライナのゼレンスキー大統領を招いたとまあでもこんな感じでね、えー、サウジがね声をかける形で、えー、和平交渉が始まってるとこういうことなんですよねでやっぱロシア来てないでしょ だからロシア抜きの外交者なんですよ。<laughs> なんか変な感じですよね。まあ、重要なのはね、やっぱでもこのニュースで一番重要なのは、やっぱサウジと中国ですよね。これが今回加わっていると。やっぱりね、この両国に共通しているのは、やはりこう国際的な社会の国際社会の場面での発言権を高めたい、そういう意図がある。発言権を高めたいと、そういう意図があるんじゃないでしょうか。まあ、中国としてはこの会議の内容をロシアに飲んでほしいと。 もうこうこやってみんなに話し合ったからもうこれ飲んでよってそんな感じですねまあアメリカとはすぐに融和はできないけど国際社会で善玉を演じない僕いい子よいい子よ <laughs> そういうことなんですよね,ねそういう中国とこういうわけですじゃあ次は何を議論したのかっていうことねこれはネ、ね、エクスプレスからですねちょっとね途中からですからちょっと読み上げてみますね今年の夏6月24時にコペンンハーゲンで開催された 同様のフォーラムについて二回目となるこの週のサミットはウクライナで続くロシアの戦争に終止符を打つための重要な原則の基礎、えー、に焦点を当てた和平の原則を作りましょうよとそういう議論だったんですね緊張がエスカレートする中解決への緊急性は高まっているサミットに出席したウクライナのゼレンスキー大統領はこのイニシアチブが今年の秋の首脳会議 世界首脳による平和サミットへの道を開くだろうと楽観的な見方を示したこのサミットの目的はゼレンスキーが提唱する10項目からなる和解のための原則を承認することであるとだからゼレンスキーのねプランなわけですよこれをロシアに飲ませようとでいろいろねだそこいろんな40国に、えー、呼びかけて集めてこれで生かしてくださいって感じで一生懸命、えー、ウクライナが説得しているとそういうことなんですね。 注目すべきはロシアが参加せずに協議が行われたことだえロシアが参加せずに協議が行われたことだその代わりにアメリカインド EU そして中国の力「李季ユーラシア問題特使」これはロシア大使ですね、えー、といった主要プレイヤーが積極的に協議に参加したゼレンスキーの10項,10項目からなる和平方式はウクライナの領土保全と主権を尊重する一方で 国連の原則を守り国際法を遵守することを柱としているウクライナ代表,代表団内部の情報図によるとこれらの提案は複数の国から支持を集めこのアプローチによるコンセンサスが高まっているだからウクライナのプランで行こうよっていうのが結構まとまってるんだこういうことですね。中国は6月のコペンハーゲン非公式協議に招待されながら出席していなかったためこのプロセスへの参加は 大きなな外交的成果だとと。されていると EU の当局者は中国がサミットで積極的な役割を果たしこのレベルでの3回目の会合という間に前向きだったとガーデンアンシンがに語っただからこうロシアとねウクライナの間の中間に中国も積極的にこれから参加するぞこういうことですね。会議に先立ちロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官はモスクワの参加の話にし 紛争に関する決定を下すという考えは馬鹿げていると述べた。それはそうですよね。でもね、こっからじゃない。とはいえ、代表団にはこの問題を議論する創造性の余地は十分にあると彼女は述べた。なんかもうなんか言い,い相手が出るかもしれませんよってことを言ってるんですよね。これはやっぱりロシアの側がもう自分の言い分が通せないってこと、を分かってるんですよね。だからこういうなんか拗ねた、拗ねをみたいな、そんな反応をするわけですね。 ロシアもねこの,この話に関しては、えー、聞き入れる可能性があるんだ、そして国際社会もプーチンにプーチンあとプーチン後ですよねプーチン後見据え始めた、もう戦後処理ですよねもう戦後処理どうしようかって話をみんなこう考え始めてるとそういるうとなんですよねでそこにロシアの意見はない、面白いですね、もうロシアも負けるってことはもうほぼ決まっているわけですよね。 ロシアファンっていうんですかロシアを支援してロシアが勝つって言ってる人はこの現状をどう見るんでしょうかね僕はちょっと不思議ですね。でいよいよあのか,か,か,かけらって言ったらいいんですけど、うんえー、と中国とロシアの間がなんかちょっと変な感じっていう事件をちょっとお知らせしましょうね中国大使館が国境でのトラブルを非難するとそういう事件がありました、まあ、ちょっとこれもねエクスプレスから読んでますね中国はロシアのウクライナ侵攻を非難していない。 むしろ今後数か月でモスクワとの経済関係を強化した、まあるいは石油とか輸入してますからね。で、えー、在ロシア中国大使館がロシア政府関係者に向けて発表した強い文言の表明は普段のモスクワと北京の友好的な関係とは一線を画すものだった。モスクワにある、えー、中国大使館は 中国で人気のソーシャルメディア WeChat で共有された投稿の中で、ロシアによる残忍で行き過ぎた方執行を批判した。そのメッセージによると、ロシアの警察官は5人の中国人を繰り返し最大4時間尋問したと、自国への入国を拒否したという。この程度は当たり前ですよね。なんかこの何を中国はバタついてんねんという気がしますけど、この程度やったらロシアと普通なんちゃうのと思いますからね。なんか中国は腹が立ったようです。 でこの事件は7月29日に発生し中国国民の合法的な権利と利益を著しく傷つけたと同大使館は述べた。モスクワを拠点とする同大使館は今回の事件は中ロ友好関係の全体的な状況や両国間の友好的な人的交流がますます緊密になっている傾向と矛盾すると付け加えた。またまこうも述べた。 ロシア側は直ちに事件の原因を究明し、えー、悪影響を排除するための積極的な措置を講じ、えー、今後、同様の事件が再発しないようにすることが求められると中国に言われるんですよ、ロシアがむかつくでしょうね、プーチンは。まあ、こんな感じでね、今後はやっぱ目に見えてね、ロシアに対する中国の発言権が強くなる。だからロシアは言われっぱなし お前アホやな。ボケやな。とか散々そのうち言われると思いますね。まあ、領土活字はもうちょっと後で出てくるのかもしれませんけど、やっぱ中国のこう発言権にロシアが立ちたいとなるっていう状況が、この発言からも分かりますね。大したことないんだと思いますよ。たった5人が入れなかった。尋問を受けたぐらいでね。で、なんかこんなに強硬にね。言ってどういうこと？逆に僕は不思議に思うぐらいなんですけど。 まあ中国はプライドが高いんでロシアごときに言われたのがむちゃくちゃムカついたんでしょうね、まあ、そういう具合には考えることができますでまあこの公的な不満は中国とロシアが長年培ってきた協力と支援のイメージと衝突するものだ中国はウクライナ侵攻の後でもロシアの最も親密な同盟国の一つであるとロシア軍がウクライナの国境を越える数日前北京はモスクワとの制限のないパートナーシップを約束し 中国トップの外交官である王毅は、えー、両国間の関係は第三者からの圧力に屈しないと制約した、まあ、アメリカの言うことは聞きませんよとこういうことですねで中国はウクライナに対するロシアの侵略を非難していないこれ確かにそうですねむしろ3月には明らかにモスクワに有利なモスクワに有利な条件を盛り込んだ独自の12項目の和平案を発表したともう聞いちゃいましたねこの和平案ね中国発のね 最も重要なののは、ロシア軍のウクライナかからののの撤退を示唆していなかったことですあこと中国の、ね、プラランがですね。ウクライナ戦争が始まって以来ロシアとの経済関係を強化してきた中国はこの週末にジェッダで開催された2日間のサミットに出席したサミットが終わりに近づくにつれ中国はウクライナ和平の枠組みを見いだすための第3回の協議を支持すると報じられたと。 ユーラシア問題担当の、えー、力特使ですねさっきはモ,モスクワ大使ですね李樹、えー、特使は次のように述べた「我々には多くの意見の相違がありさまざまな立場を聞いてきたが我々の原則を共有することが重要だ」ウクライナのボロヘスゼレンスキー大統領が起訴した10項目の和平案にはウク,ライナのウクライナからのロシア軍の撤退とキエフに対する侵略の罪を裁く、えー、特別法廷の設置が含まれている。 戦争裁判ですよねプーチンを戦犯として裁くとそういうことでしょうね。まあでもあのラブロフ外相はねでも,でもこういう一方でね背後で中国はどういうことをしたかというとラブロフ外相に対して王毅は次のように言ってるんですよ。客観的かつ理性的な発言者とがになりましと中国はね。で和平交渉を積極的に推進すると述べたと。 でも実際にはウクライナ寄りのワイヤ案で固まりつつあるわけですよね。そうは言っても客観的に理性的にやるからと一生懸命、えー、ラブロフ外相に言い訳をしてるんですね。まあだこの背後には何があるのかっていうと、まあ、ロシアはこの戦争に勝てないっていう国際的なコンセンスがあるんだそう考えるべきだよね。だってロシアが来ない和平会談なんかいくらやっても仕方がないじゃないですか。 でロシアもひょっとしたらその内容を聞くかもしれないということを言ってるんですからもう自分には発言権がないってことこよよくわかってるんですよね。だからねやっぱ一連のプロセスは結局でもやっぱちょっとね疑問があるんですよこれだけの、ね、ことが起こっていてこのプロセスって普通国連でやるんじゃないでしょうかねそれこそ国連の安全保障理事会で議論するべき、えー、筋のものじゃないんでしょうか。 それはななぜでできいいのかっていうとう当たり前ですよね。ロシアが侵略国家で、ね、安全保障理事会の常任理事国がまあこら国連をぶっ潰すようなことをしているんですからもう国連は機能しないそういうことなんですよね。ですから、まあ、サウジがちょっとこう、まあ、お前らちょっと来いとか言ってね、それであの和平会談をこうやって開いた、まあ、ロシアが参加しないというのが一番大笑いなんですけど。 もうだから終戦に向けてねみんな意識がこう決まってきたって感じじゃないですか,か確かにねまだどこまでいけるか分かりませんけど、まあ、ロシアの負けというのはほぼきてきて,もう来て予,予定だと思うんですよね予定路線というのかね予定の目的地とあとはそれに対してどういう具合にこうルートを作っていくかそういう議論が今なされるんだと。 でロシアも、まあ、それちょっとした危機かもしれないって言ってますけどもう危かざるを得ないですよねロシアが敗北したらねまだ今のとこギリギリ敗北したと言われるほどあの大きな被害を出してないんで分かりませんけどやっぱりこれからロシアはだんだん厳しくなっていくだろうとこう思うんですよ。でもここねもうウクライナの案で行こうよっていう感じでもう多くのねグローバルサーフの国々も含めて えー、そういう意見が1つ,つあるんですから。ロシアとしてはやっぱりウクライナから全面撤退せざるを得ないんややかな。そういうことが予想できます。まあ、今日このぐらいでよろしかったように。もちろん、そしてチャンネル登録もぜひお願いします。そしたらね、サンクスね。本当に助かります。ありがとうございます。あのまたね。心がね。ちょっと気持ちのある方だけで結構ですねごご。ごくわずかでもいただけると本当に助かりますんで、よろしくお願いします。じゃあ、あ今日これを出しましょうね。